どうも、こんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。ということで、前回予定していた通り、樹脂材料の解説後編編ということで、多数ですが行ってみたいと思いますが、引き続き中途社員1名募集しております。同日撮影しておりますので、もう募集が来てるかもしれませんが、よろしくお願いします。一緒に製造業を盛り上げたい方ですね。30以下でお願いします。性別は問いません。いろいろやってもらいたいと思いますし、成長非常にできると思いますし、千葉も成長できると言ってました。ね。はい。はい。今回も、行ってみましょうということで、樹脂材料後編ですね。いきなりその樹脂の後編になるとですね、前回のおさらいができませんので、前回何やってたねんっていうことをおさらいしていきたいと思います。温度変化に対して相反する性質を持つ2つの合成樹脂を解説しておりました。1つが熱可塑性樹脂ということで、まあチョコレートですね。こういう風に加熱すると溶け、そして冷やすと固まるということで、液体と固体を行き来できるものの中で汎用プラスチックを解説させていただきました。で、今日は汎用エンプラとスーパーエンプラというものを解説させていただくのと、そして熱硬化性樹脂ということで、クッキーですね、加熱できると、硬化すると、そして液体に戻らないと、しかしながら熱だったり衝撃性に強いですよと、生産量は熱可塑性樹脂が全体の9割を占めるということで、この続きですね。汎用エンプラでございます。ここですね、黄色いところ、ここを前回やりましたよって感じですね。100度以上と、汎用エンプラになってくるとですね、金属機構品の代替として役立つ場合もあると。汎用エンプラの中でも5大汎用エンジニアリングプラスチックというものがありまして、順次解説していきたいと思います。まずはポリアミドですね。ポリアミドもなんか聞いたことあるなって感じですね。なんか聞いたことあるなって失礼ですよね、解説してるのに。耐熱が80度から140度と、そして耐磨も耐熱耐久耐薬品性、そして強靭性、電気特性に優れ金属の代替になるということで、モリモリですね。さすが汎用プラスチックとはちょっとレベルが違うぜって感じですね。ですので燃料タンクですとかコネクタ、そしてスパンナですね、チェーンを引っ張るような機構なんかにも実は使えちゃうと結構硬そうですよね。はい、次ポリアセタールということで、耐熱が80度から120度でございます。機械的強度、弾性率、耐衝撃、耐摩耗、電気的特性を兼ね備えております。これはベアリングですよね。こういったところって摩耗しやすいじゃないですか。樹脂をここに巻いて引っ張ったりするんですけども、なのでここをね、摩耗しちゃうとやばいんですけど、こういった摩耗に強いとか、機構品にも使えると。歯車ですよね。歯車なんかはもうプラで対応できると。もうミスミなカタログ行けばですね、こういった歯車落ちてると思います。機械的強度や耐熱性を備え、そして金属に比べ安価でございます。もちろん金属の方が強度的にはですね、非常に強いので、すべてにおいて代替はできないんですけど、まあコストバランスを比較して樹脂で対応できますせという感じでございます。続いて、熱源から遠ざかれば自ら消化できるような樹脂もあるということで、ポリカーボネートです。これもね、聞いたことある人はいると思います。耐熱が120から130度、そして汎用エンプラで唯一透明でございます。耐衝撃性がアクリルのなんと40倍もありますと。なのでカメラレンズですね、カメラのこの持つところじゃなくてカメラレンズにも使われていると。さらにスーツケースですね、コロ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 しますけども、まあ落としても割れないじゃないですか。アクリルであればほぼコッパみじんになりますけど、このスーツケースであれば大丈夫ですよとね、イメージできると思います。そして次、どんどん読みにくくなるんですけど、ポリブチレンテレフタレートですね。耐熱60から140度ということで、長期間の熱安定性に優れます。そして耐薬品、ガソリン等にも長期耐性がございますので、例えば車載センサーケースですね。要するにセンサーって外に出てるじゃないですか。そして温度変化にも対応しないといけないし、まあ雨にもね対応しないといけないし、それをまあ長年ですね品質保証しなければいけない場所にもですね樹脂製品耐えるっていうことで、車載センサーケースなんかにも使われたりですとか、あとインバーター用スイッチですね、これも車載ですけど、ということで車載にも使われる樹脂がここで登場と。はい、車載のまあその安全系に関わるようなところですよね、そこにも使われると。耐候性にも優れ、自然環境にも両方とも耐えうるということで紹介させていただきました。はい、次、エンプラで圧倒的な電気絶縁性ということで、変形ポリフェニレン失礼しました、変形ポリフェニレンエーテルですね。化学式が PPE ですね。ちょっと複雑になってきますね。耐熱が120度で、エンプラで最も軽いと。そして、60Hz から 1MHz の周波数にも適用できますし、広い領域で、こういった絶縁性に優れると。もう圧倒的な電気絶縁性を示していると思いますね。そして PPE と PS とのポリマーアロイということで、これは混ぜるということでございます。複数のポリマーを混合回すると、まあイメージとしてはこの重合がありまして、別の重合があって、それを混ぜて特性をですね、付加してあげる、
ことができると。例えば燃料電池の部品ですよね。燃料電池といえば非常に安全にかかってくるので品質担保が必要ですし、電気的な安全性も必要とされますので、環境としては厳しいわけですけど、こういったところにも使われるし、そして車載カメラですねにも使われると、電気的特性に加え衝撃に強く ADAS とか 5G 向けに利用されますね。電池なんかまあ ADAS というか、まあ本当に安全のその案の字のところですね、ど真ん中っていう感じでございますと。そういったところにも使われますよと。ということで最後スーパーエンプラの解説いってみましょう。天下無双の最強樹脂ということで、これ千葉が名付けました。いいですね。スーパーエンジニアリングプラスチックと、この略になってます。もう読みにくい。ポリフェニレンスルファイド、ポリフェニレンスルファイド PPS、 それ略したくなるわって感じですね。耐熱が一気に上がりまして220度になります。そして耐薬品性、200度以下の薬品で溶けないらしいです。そして電気絶縁性にも優れるし、自己消火性も持ち合わせているということで、フレーキ基板ですね。基板ってまあ電気がずっと走ってますので熱持ちますよね。しまあ環境によっては厳しい環境で使われる場合もあるということで、まあ折り曲げ可能な基板で使われると。であとセンサーヘッドみたいなセンサーでも使われますと。で続いてポリエーテルエーテルケトンと、誰が名付けたの。まあ俗に言うピーク剤ですね。ピーク剤は皆さん聞いたことあると思います。正式名称はポリエーテルエーテルエーテル、違う、ポリエーテルエーテルケトンでございます。耐熱が240から250、これがマックスぐらいですね。熱可塑性樹脂で最高ランクになっておりまして、機械的強度もあるし耐薬品もあると。硫酸以外は OK だそうです。で優れた素材だが非常に高価でございますね。でその 3D プリンターでこのピーク材も生成できますっていうお話もしましたけども、まあ非常に 3D プリンターも高いですよね。ピーク材のギアですとか、あと継ぎ手ですね。継ぎ手もショート動画で流してますよね。耐熱環境での使用頻度が一気に高まってきますね。さすが天下無双のスーパーエンプラでございます。続いてスーパーエンプラの中でもやっぱり特徴があってですね、寸法安定性に優れ精密加工向けということで、ポリスルフォロンと、PSU と、もう複雑ですね。耐熱が175度、そして温水で劣化しにくいと、まあ温水で劣化するようなものも結構あるんですね。ここが特徴だと思うんですけど、マイナス100度でも使用可能らしいです。はい、なので低磁束性透析装置なんかで使われると、まあこういった高価な樹脂になってくるとですね、なかなか使用範囲も狭まってきますので、例がなかなか見つけにくいということでご理解ください。続いて液晶ポリマーということで LCP と、なんじゃこれって感じですね。耐熱が200から300度ぐらいと、で合成断成寸法安定性が良いと、で成形流動性がさらに良いため精密成形向きですよね。寸法安定性も良いわけですから、ということで 5G 向けのフレーキ基板なんかでも使われると。まあ科学史がややこしいですねと、まあそれ以外の感想は特にございませんと。ということで熱可塑性樹脂は終わりましたので、続いて熱硬化性樹脂を解説していきたいと思います。まあ時間が経っても変化しにくいのが特徴ですね。ということでね、さっきやりましたけどこっちですね。はい、クッキーも好きですということでね、可愛らしいですね。千葉が言ってました。クッキープレゼントしてあげてください、展示会であったら出待ちとか出てくるのかな、千葉ちゃんの。わかんないけど。はい、行ってみましょう。熱硬化性樹脂の生産量1位2位ということで、まずはフェノール樹脂ね。フェノール樹脂といえばこれでしょうと。耐熱180度、世界初の人工樹脂ベークライトですね。高温時でも機械的強度を保持ということで、プリント基板なんかがね、思い浮かべる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。はい。で、ベアリングという感じですね。フェノール樹脂にここにですね、ガラスを混ぜてですね、強度を出してるんですね。プリント基板っていう。で続いてポリウレタン樹脂ということで、これが耐熱80から100度と、そして弾性靭性に優れ、傷から壊れにくいと、で油や溶剤にも耐性があるが水に弱いということです。これはステアリングですねとかタイヤ、まあ雨関係で使われるので、まあすげえ弱いっていうわけではないんですけども、水が弱点であるということみたいです。この2種類で生産量のなんと 50% を占めると、まあここだけ押さえておけばいいよっていう感じですけど、一応やっときましょう。はい、電気的特性に優れるということで、エポキシ樹脂でございます。はい、耐熱150から100 200度と、でほとんどの溶剤に侵されない耐薬品性も持ち合わせておりまして、耐素材に良好な接着力とか電気絶縁性があるので、こういったボンドですよね、ボンドっていうか接着剤に利用、接着剤によく利用されているそうです。そして不飽和ポリエステル樹脂アップと、
UP ですね。はい、耐熱が110から150度。そして、繊維強化プラスチックとして利用される。で、機械的強度、寸法安定性が極めて高いそうなので、こういったところですね。ランプリフレクターって、こういったランプって熱くなるんですよ、結構。なので、精度を求められたりするんですね。ですとか、前から虫とかがぶつかってきたり、飛び石とかあるわけじゃないですか。ですけど、このライトを守ってくれるっていうことで、使われると。で、モールドモーターなんかでも利用されるということで、まあ、この二つに言えるのが、耐熱、耐寒も良好。という感じですね。なので車ね、すごい寒い地域でもこれ変わんないじゃないですか。なのでここに使われてるという感じでございます。はい、衛生的で安全性が高いということで、メラミン樹脂というものもあるそうです。耐熱120度と。で、熱硬化性樹脂の中で最も安価で、表面強度が高く衛生上無害ですので、こういった塗装剤ですよね、肌が触れるじゃないですか。なので無害なものを使ってると。とかメラミンスポンジね、激落ちくんみたいな感じでクキクキやってますよね。ああいったもの人体に入ると悪影響を及ぼしますけども、まあ衛生上無害ですよということで使われてる。まあ納得性ありますよね。シリコン樹脂と、耐熱200度、表面ですと界面特性、耐寒性、電気的特性に優れると。で、人体の影響が低く、食品添加物としても利用されるということで、シリコンオイルなんかがまあ思い当たるかなという感じですね。しかしながら溶剤や熱水が弱点でございますと。ここでご利用いただければ幸いでございます。はい、ということで以上が大枠の樹脂の解説でございました。まあここぐらい押さえておけばまあ問題ないかなという感じですよね。今話題になってるですね、樹脂の問題ですね。海洋汚染がやっぱり大きな問題になっておりまして、英国のエレン・マッカーサー財団発表ですと、2050年には魚の重量を上回るプラスチックが海洋流出する恐れがあるそうでございます。そして日本も他人事ではなくて、一人当たりのプラスチック容器包装の廃棄量ということで、結構日本上位にいるんですね。世界で2番目にプラゴミを廃棄している日本人でございます。さらに海外に輸出したゴミが輸入先の国から海洋流出すると。まあ日本みたいに結構リサイクルですとか、その循環処理がですね、しっかりされてない国だと、まあ破棄の仕方に問題があったりするわけですね。自動車とかも、まあただ単にぺしゃんこにするわけじゃなくて、パーツでほとんど売りさばかれるわけですね。ですとか、途上国に輸出されて日本の自動車ってのは非常にライフサイクルが長いので、全然テスラよりエコですよねって感じですよね。し、日本の特有の問題としては、サーマルリサイクルがめちゃくちゃ多いんですね。要するにその樹脂をですね、リサイクルして、再度樹脂として利用されるわけではなくて、燃やして熱エネルギーに変えると。で、灰が出てきますので、燃えかすが出てきますので、それを埋め立てるみたいなことをほとんどやってると。これが約6割ぐらいなんですね。で、実際に世界基準で熱は再利用に相当しないそうなので、ここはちょっと問題かなと。数字からは対策が必要と思われますと。2022年4月ですね。まあ日本政府もですね、いや、これじゃいけないよねっていうことで、プラスチック新法が施行されまして、2050年めがけてですね、カーボンニュートラルですとか、海洋汚染ゼロに向け、中間目標を制定しております。いろいろ書かれてます。いろいろで飛ばしていいのかわかんないですけど。で、対象品目12種類挙げてるんですけど、まあ、こういった歯ブラシとかフォークとかですよね。ホテルで泊まるときに使うようなものがメインかなっていう感じです。しかし、この12品目っていうのは、プラスチックゴミのたったの 1% しか占めないということで、実際ですね、ゴミの 45% を占めてるのは、梱包とかですね、包装とか容器なんですね。スーパーに買いに行くと肉の梱包って絶対プラスチックが使われてますよね。あそこをどうにかしないと、絶対、どうにもならんということでございまして、なぜここにね、規制を敷かなかったのかなと。そこに対して、例えば自然に優しい、自然に帰るようなものを使えば、そういった樹脂で日本も強くなるわけですよね。そういったちょっとシナジーを生むのは、まあ、いささか下手かなっていうふうには思いますと。バイオプラスチック等の事業には、補助金も一応設定されてますが、シナジーは申し訳ないですけど、効いてないですよという感じで、まあ、ネットの皆さんの評論としても、まあ、そういったご意見が非常に多かったですよね。ということで、知ってますか？プラスチックの原料って石油なんですよ！ということで、揶揄しておきましょうと。しかしながら、バイオプラスチックの開発は活発化してまして、官民連携とはいきませんが、民間もですね、頑張ってますと。これ非常にですね、盛り上がってまして、2030年までに CAGR ですね、18% 成長してると。もう一気にこれ加速していくだろうという予測です。現在はまあ1兆円ぐらいですよね。それが、市場としては3兆円、4兆円ぐらいにはなってくるだろうと。いうふうに言われてます。製品別に言うと、クレ、クレ、
クレラップのクレハさんですね。世界初のポリグリコール3を量産していると。これはピーク等のエンプラと同等以上の機械的特性を持っておりまして、まあ環境にも優しいですよというものも出てます。そして三菱ケミカルですね。三菱ケミカルホールディングさんの給料めっちゃ高いですから羨ましいですね。彼らは何をしているかっていうと、回収不要の自然分解される農業フィルムなんかも作ってますよと。まあこういったね、黒いビニールとか道路上に落ちたりするじゃないですか。でも落ちてても問題ないですよ。自然で分解されますから、みたいなものも作ってると。あとは金華さんですね。土中だけではなくて、海水内でも分解される植物油等を原料にしたポリマーも開発してますよと。カーボンニュートラルや海洋汚染ゼロは原材料が強い日本にもこれチャンスなんですね。半導体の材料もですね、非常に日本強いんですけど、まあ原材料っていうのは非常に日本強いわけですよね。ここを抑えれば世界の、まあ、樹脂をですね、もぎ取るチャンスがございますので、しっかりこれは取りに行っていただきたいと、応援したいですね。ということで締めくくりたいと思います。以上、樹脂材料ということで前編と後半に分かれてましたが、以上でございます。お疲れ様でございましたね。ゲキオチくんも頑張ったねーって言ってますね。はい、ということでこのように製造業に関連した動画いつもアップロードしております。製造業で働いている方ですね、製造業に興味がある方です、好きな方でも結構です。そしてものづくりタロウに興味を持っていただいた方はぜひチャンネル登録いただいて応援をしてあげてください。そして今日はね、ほとんど千葉がまとめてくれましたので、その頑張りを称えていいねマークめっちゃ押してあげてください。でタロウにもね、もうこの部屋暑くてさ、もう汗だくで解説してるんですけど、頑張ったねっていうことでいいねマーク欲しいです。次回になりますが、次回の前にスポンサー動画でございます。どうぞ。スポンサータイムでございます。一つから発注できる段ボールはアース段ボールでございます。なんと標準品が2000種類もあるし、オーダーメイドもできるし、販売も0円からとなっております。アース段ボールでチェック。ということで次回はちょっと未定でございますね。多分半導体バブル終了の今パープかなり煮詰まってきてますので、その動画になると思いますので、お楽しみにお待ちください。次回の動画でも会いましょう。じゃあね、バイバイ。シュートさんお待ちしてますか。はい、よろしくお願いします。もうね、応募来てるかもしれないですけど、はい、もしすでに応募来て埋まってたら申し訳ございません。ということでありがとうございました。今日の千葉ちゃんの一言、まだまだ中途採用お待ちしておりますので、ぜひ一緒に働いてくださる方ご応募お願いします。 YouTube のチャンネル概要欄か、ものづくり太郎の Twitter の DM までどしどしお待ちしております。